前です。今回はですね、質問をいただいたのでそちらにお答えしていきたいと思います。私のですねアメリカの大学の授業についてお話をした動画でいただいた質問なんですけど、外国が喋れるようになるのに1年半ぐらいかかると言われているのですが苦労しましたかっていう質問をいただきました。1年半ぐらいかかるって言われてるんですね。まあなんか、私はですねなんか喋れるようになったっていうのはなんかどこからどこまでのことを言うのか、まあ、人それぞれだと思うんですけど、まあ、今ももちろんその10年ぐらいね向こうに住んでたんですけど今も全然完璧ではないです。もちろんわからない単語もあるし言い回しとかもわからない時もあるし、なんていうのか早く喋られたり癖がある喋り方をされたり方言みたいなのが出たりってすると難しくなってきます。なのでネイティブとは言えないです。なんですが、まあ、普通に暮らす分にはとか授業を聞く分には問題なく過ごせていたんですけど、それもね授業も専門的なものになってくると、まあ私の場合アート専攻だったので専門がねアートなのでアートの単語とかそういうものは結構もう最初の方からまあよく聞いていたのでそれで分かっていたっていうのはあるんですけど、専門用語になってくるとだんだんね難しくなってくるんですよやっぱり。なんで私アート専攻なのでなんかこう建築系のこう専門用語とか言われても分からなかったりとか、なんかなんていうのかなサイエンスとかそういう系の、単語言われても分からなかったりとかっていうことはねもちろんあります。なんですが、まあ、その喋れるようになったどこまでかな、なんか私の場合アメリカに行く前普通の日本のね高校卒業してから、卒業してすぐかなに、アメリカに行ったんですけど、その時はもう普通の高校生の英語レベル、まあ、英語が好きだったのでっていうのとその留学するっていうのを決めた時から普通の科目よりは英語を勉強してたので、まあ、得意というか、まあ、好きだったのでねよく勉強はしてましたが、まだ全然喋れない、まあまあ、練習するって言ったら学校のね高校の ALT の先生と話して英語練習するみたいな感じでした。で英会話も通ったことないので普通のねちょっと英語が好きな高校生レベルでした。でその後すぐね留学して、で私はちょっとこう自信がついた時っていうのは1年ぐらいですね。で何がきっかけだったかというと1年経たないぐらいかななんですけど、きっかけでこう私最初ドミトリーに住んでたんですよ、ドーム寮ね寮に住んでたんですけど、そこでカフェテリアがあるんですよね。でドミトリー住んでないに住んでない人もカフェテリア行けるんですけど、ドームに住んでる人はみんなねそこ使うっていうカフェテリア、結構大きいカフェテリアが、あって2つねどんどんって大きいところがもう校舎が校内がめちゃくちゃ広いのでその中にドミトリーあるんですけど、そこにカフェテリアがあってそこで毎日ねご飯食べてたんですけど、その時になんかカフェテリアこう自分でお盆持ってね好きなものをこうどんどん取ってみたいな感じで食べるんですけど、片付ける時にねなんかお盆を持って自分で片付けに行くんですよ。お盆とお皿とかバババってこう片付けるところがあって、トレイとかを入れるところがあるんですけど、そこに行く時になんか紙とか捨てられるものはゴミ箱に入れていくんですよ確かね。でその時にねなんか言われたんですよ。なんか後ろに並んでる人か前に並んでる人にこれこうするんだよみたいなこと言われてて、でそれでもうすぐに何にも考えずに分かってるから I know って言ったんですよ。 I know ね分かってるよって。でその時になんか今までそれまでは何か言われたらなんかそれをまあ日本語であこう言われてるなっていうのを多分無意識だけど考えて、あじゃあこう言おうって思って、まあ、日本語で考えて英語に変換するみたいな感じで多分話してたんですよ。なんですけどその時言われて何にもあ
I know って言わなきゃ I know じゃなくって、バーって言われてもすぐパッて話せたんですよ。でその時になんかあっと思って、なんかあちょっと慣れてきたかもみたいな感じで、ちょっとね嬉しくなった記憶があります。それねめっちゃ覚えてるんですよ。それがちょうど多分1年経つか経たないかぐらいでした。なんで、あ、まあ1年ぐらいかかったなみたいな感じでしたね。ただまあ、そんなすぐね劇的に1年経ってパーンって変わるみたいな感じじゃなくて、徐々に徐々にこう慣れていって、まあ、聞き取りも慣れていくし喋るのも慣れていくしみたいなのが徐々に徐々にだったんで、この1年かけてとか1年半いればペラペラになるよみたいな感じのことはねあんまり言えないんですけども、本当人それぞれだと思います。なんかもうアメリカ来たてで本当に社交性があって、もう友達とめちゃめちゃ喋りまくって、こういろんなところに出かけたりね、いろいろ話したりとか、そういうことができるタイプの人は上達も早いと思います。私はどちらかというとですね、もう人見知りな方なので、あんまりこう知らない人とかとねバーって喋れないんですよ。なのでクラスメートたちもね、まあ、仲のいい子とかそういう人たちとは話してたりしたんですけど、あんまりこう知らない人とねバーバーわわわわ喋るっていうのが苦手なので、そこはちょっと今思えばもったいなかったなっていうところもあります。そうですね。なので、まあ、人によってその上達する差がね結構あると思うんですよ。もう全然喋らないっていうとね、お店でしか喋らない、注文する時しか喋らないっていう人だと、もうそのよく使う単語とかがこう発音とかがしやすくなってくるから、こう注文する時は困らないけど、友達と喋る時はちょっと困るとか、先生と喋る時ちょっと困るとか、そういう感じになるんですよ。なんで友達と喋るっていうのがね一番いいかなと思います。ただし友達こうね対等な友達だけと喋ってると、英語ってこう敬語とかがないとは言うんですけど、それでもなんかこうフォーマルな言い方とか、ちょっと友達だからこう言えるみたいなのはあるんで、それをなんかね目上の人とか初対面の人とかね、会社まあ勤めてたら会社の人とか先生とかそういう人に使うとんってなる言葉もよくあるんでね、その辺が、まあ、いろんな人と関わった方が英語の上達には役立つんじゃないかなって思います。なので、まあ、質問としてはですね、1年半ぐらいかかるっていうことだけどどうですかっていう、大変なんだったっけな、苦労しましただったんですけど、苦労っていう苦労じゃなかったですね。もちろん一番最初に行ってオリエンテーション、学校の大学のオリエンテーションを受けた時に、まあ、教室に先生というかね、その話す人がいて、何組っていうかいくつかの教室みたいなのに分かれてですね、説明を聞くんですよ。どういう流れで、それもねどんなんだったかな、まあなんか学校の説明と方針とかそういうものと、あとはこれからどうやって今からね書類とか書いたり授業を取ったりするのをこうするんだよみたいな話を聞くときに、もう日本でねそんな授業っていうかそんなレクチャーを受けたことがないから、もちろん全部わかるっていうことはもう全然なくって、まあ、それでも一生懸命こう聞くから、単語単語でもなんとなく、あ、こう言ってるんだなみたいなのは一番最初の方でもなんとなくは分かってました。多分これ全然英語大嫌いで英語の単語もほとんど知らないみたいな感じで、全然勉強してませんみたいな感じだと難しいかもしれないですけど、まあ、普通のね高校生、まあ、大学生レベルだったら、まあちょっとは分かるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、一番最初に行った時はそれぐらいのレベルでした。まあ、お店でね何か食べ物とか注文する時っていうのはこう言うこともねほぼ決まってるから簡単なんですけど、まあ、その学校でそういう授業のこととかを聞いたり説明聞いたりとか、それを理解したりとかするっていうのは最初はねちょっとドキドキしました。でなんかまあ授業を取って、
まあ、1対1で喋ると相手も例えば私がわからないっていう感じだったらこれなんて言ったのとかもう一回言ってとかお願いしたりちょっとゆっくり喋ってってお願いするともちろんそうやってね対応してくれるんでほとんどはね、なんで話しやすいんですけど、わかりやすいしね理解しやすいんですけど、大勢の前でレクチャーしてる人がいてそれを聞かなきゃいけないってなると私だけねもうちょっとゆっくり喋ってくださいとか、うん、100人単位とかでいる授業とかでねそんなこと言えないので、そういう時はもう最初の方はもうあのめちゃくちゃ大事なやつは録音とかしてました。授業ね録音、まあ、してる人もいるんですよ。授業録音したりとかねしてました。であとはでその時は iPhone とかないので、私がね入学した時はまだ iPhone 出てなかったんですよ。なんで iPhone もないし、まあ、携帯もねもうパカパカの普通のやつ、あのカラーじゃないやつねだったんで、その録音も録音機持ってってました。レコーダーみたいなやつ、こんなぐらいのやつ持ってってました。それで録音してましたね。でそれでまあちょっと練習したり、まあ、聞く練習したり、まあ、話すのは、まあ、自分でね家とかでもなんかこう発音これ発音しづらいなみたいなやつ発音練習したりとかね、まあ友達と喋る時に気をつけたりとか、そんな感じでね練習してました。なのでまあもちろんね苦労はしたと思います今思えばね。なんで今思えば本当にクラス授業をよく受けたなって思います。あのね、あの最後の方はもちろんあの4年生の大学行ってたんで、4年生の時とかはもう、まあ、4年5年住んでるんでだんだん慣れてきたの分かるけど、1年生の時とかね本当よく授業頑張ったなって思います。でも楽しかったし、あの、まあ、大変なこともあったけどいい経験だったなって思います。なんで私的にその1年間経った時にね、あ何も考えずに英語で聞いて英語で返せるみたいな感じ感覚にちょっと慣れてきた時が1年ぐらいだったので、まあ最低でも1年ぐらいはいるんじゃないかな、普通の人だったらねいるんじゃないかなっていう気がしました。もちろんねもうめちゃくちゃ頭が良くて、あの発音も良くって聞き取りも完璧みたいな人はもっとね早く喋れるようになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、人それぞれなのでね、いつどれぐらい行ったらペラペラになれる喋れるようになるっていうのはなかなか言えないんですけど、私の場合それぐらいっていう感じですね。なんですがまだまだ勉強足りないのでね、でしかも日本に帰ってきて、もう5年ぐらい6年経つんですけど本当に喋る機会がなくて、それこそライブペイントとかしてる時にあの海外の方から声かけられたりとかしてその時に喋るとか、あとはまだね海外の人からもあの絵の注文とかいただいたりするんですけど、まあ、そういう時はメールとかなので喋ることがあんまりないんですよ。なんで、まあ、自分でもねもうたまに独り言みたいね運転してる時とか独り言でこうちょっと発音の練習っていうかね、こうなんていうのかな、復習じゃないけど忘れないようにちょっと喋ったり独り言喋ったりとかっていうことはしてます。なんですがもうね本当にもったいないんでね、なんか喋る機会を作れたらなと思っているんですが、こんな感じでちょっと今回はね質問に答えられたかな、なんか本当人それぞれなので、もちろんアメリカに行かなくても実際に住まなくても喋れるようになる人はもちろんいると思うんで、そこもね絶対行かないといけないってわけじゃないと思います。なので皆さんなんか英語勉強しようかなみたいな思ってる人はねちょっと頑張ってトライしてみてください。はい、ということで今回は、質問に答えていきました。まあ、英語がどれぐらいで喋れるようになったみたいな動画でした。何か他にもね質問があればコメント欄に残してもらえたらこうやって動画作りたいと思います。ということでまた次の動画でバイバイ。